皆さんは BTS のどの曲が一番好きですか？ダイナマイトやバターオンやパーミッショントゥーダンスなど近年様々なヒット曲をリリースしている BTS。 グループとしての楽曲はもちろん、アルバムにしか収録されていない曲やソロ曲の魅力も皆さんお気づきでしょうか？高い音楽性はもちろん、歌詞も魅力的で、ヒット曲に並ぶ人気を誇る曲も少なくありません。また多くの楽曲でメンバーが制作に携わっているのも魅力の一つです。 BTS メンバーは7人全員が歌やダンス以外にもそれぞれ多彩な才能を持ち合わせています。それらはすべて彼らの絶え間ない努力が開花させた才能であることに間違いありません。今では数々の賞を受賞、記録を樹立し、一気にトップアーティストにまで上り詰めた BTS ですが、ここまでの道は険しく、様々な苦難を乗り越え、地道な努力を積み重ねた結果として、世界的人気を誇るトップアイドルになりました。デビューしてからこれまで、それぞれが感じたことや経験したことを歌詞に込めた楽曲がたくさんあります。今回はメンバーの中でもテテが作詞作曲を行った楽曲を5つご紹介します。テテが経験したこと、感じたことをもとに制作に取り組んだ楽曲であることを踏まえ、テテならではの独創的かつ情緒的な歌詞に注目して聞くと、さらにその楽曲の深みが増すそうですね。まずご紹介するのは Hold Me Tight です。この楽曲制作には、テテの他に、RM や SUGA、J-HOPE も参加しています。ラップラインである、RM、SUGA、J-HOPE の3人は、多くの楽曲のラップ部分の作詞を行っていますが、ボーカルラインである、JIN、JIMIN、JUNGKOOK、そしてテテが作詞作曲制作に携わることはあまり多くなく、同曲も、ラップラインとボーカルラインからは、テテのみが参加しています。テテは、サビ部分の歌詞を担当したのだそうです。Hold Me Tight は、もう離れてしまった君を思い返し、離れてもなお君のことを必要としている、切実な恋心を表現している楽曲です。ただ君を見つめてる。僕には君以外考えられない。君なしじゃ息もできないんだ。君なしじゃ何者でもなくなってしまう。という歌詞から、とても強い気持ちで相手を思っているかが伝わります。しかし、冷たくなった君の表情が、言葉にしなくても全てを代弁している。もう最後だということ、わかっている。という歌詞からは、どうしても別れなければいけない、切ない現実と向き合わなければいけないということが伝わってきます。サビ直前で、Please と強く歌い上げられながら、テテが作詞をしたであろうサビ部分、きつく抱きしめて、僕を抱きしめてよ、に入っていきます。もう終わりだとわかっていながらも、相手を思ってしまう切なさと、寂しさ、そして戻ってきてほしいという相手への強い思いを表現しています。続けて Can you trust me? 僕を信じて、ちゃんと抱き寄せてと相手に直接訴えるような歌詞が続き、曲全体の中でも最も感情があふれる歌詞が綴られています。失恋をした時や別れてからもなお未練がある時に聞くと、心の中で思っていること、叫びたい気持ちを代弁してくれているような切ない曲で、多くの人に刺さるのではないでしょうか。ランはラップラインの RM、 SUGA、J-HOPE、 ボーカルラインの JUNGKOOK、 そしてテテも作詞作曲に携わっています。火曜年華パート2のメイントラックとして収録されているこの楽曲は、火曜年華のストーリーを構成する曲の一つでもあり、 MV がとても意味深だとファンの間でも様々な考察が繰り広げられている楽曲でもあります。今回は火曜年華のストーリー中の意味というよりは、曲単体として歌詞に着目していきたいと思います。作詞作曲にメンバーが携わっていると考えると、さらに意味を深く紐解いてみたくなりますね。爽快感がありながらも少し切なさも感じることができるラン。定かではありませんが、失恋や初恋などをテーマにしたラブソングではなく、運命や不器用さなど、なかなか言葉にすることができないような複雑な思いが綴られています。曲冒頭の君は僕の太陽、唯一無二の存在、俺はその下に咲く花、喉の渇きに見舞われる、遅すぎたんだ、君なしじゃ生きられない、たとえ枯れようとしても必死ですがりつく、
とあり、太陽と花のように、太陽である君なしじゃ、花である自分は生きられない。ただ好きという感情だけではなく、もっと深い部分で相手とつながっていることがわかります。曲中では、愛することしかできない。傷ついたって平気。手に入らないとしても構わない。哀れな運命よ。俺を責めたきゃそうしろ。とあり、どうあがいても手に入らない、叶わない哀れな運命だとしても。走り続けたい、思い続けたい。たとえ傷ついても、愛することしかできない、と綴られており、相手への強い思いと、切ない運命の葛藤を描いています。行き先を示してくれ。止めてくれ。息ができないんだ。という歌詞からは、運命に翻弄されながらも、ただ走り続けるしかない、もがき続ける様子を描いているのではないでしょうか。思いを寄せる相手に対しての歌ではなく、自分はどうすることもできない。ただ走り続けることしかできない運命に訴える、強さの中にも切なさを感じることができる曲となっています。またこの曲は、様々な考察をすることができます。サビ部分では、アイドル活動の中で苦難を乗り越え続けるしかない、ただ走り続けるしかない BTS 本人たちのことを歌い、傷だらけになっても、君となら笑えるから。という部分では、メンバー同士のことを歌っているようにも読み取ることができます。実際には、どのような意味合いでこの楽曲が制作されたのかは明らかになっていません。しかし、メンバーが綴る歌詞の意味を様々な観点から考察するのも、BTS の音楽の醍醐味ですね。スティグマは、テテのソロ曲であり、作詞作曲を自ら行っています。スティグマは、烙印という意味です。楽曲全体を通して、自身の意見が存分に反映されていると、テテ本人が語っています。過ちによって、誰かを傷つけてしまった罪悪感、これこそが烙印となって、自身を苦しめるといった意味が含まれているそうです。冒頭から、今まで隠してきたことを伝えるよ。ただ心の奥底に沈めておくのは、もう耐えられない。と、素直な感情が美しい歌声に乗って響きます。君への申し訳なさが込み上げて、泣いてしまう君を守ってあげられなくて、と、自身が傷つけてしまったことへの悲しみや、後悔の気持ちが歌われています。そして曲中では、あの時どうしてあんなことしたの？ごめん、と、歌声ではなく、テテ本人がセリフを言う箇所があり、より悲痛な思いが込み上げてきます。続いて楽曲は、I'm sorry、I'm sorry、ま、ブラザー、隠しても隠しても消えることはない。僕のこと罪人って呼ぶ？これ以上の言葉があるだろうか。と歌われます。誰かに対して謝り続けるも、許してもらえるはずなんてない、深い悲しみが表現されています。最後には、あの光が僕の罪を照らす。取り返しのつかない真っ赤な血が流れる。罰を受けさせて、僕を許してほしい。どうか。という歌詞で締めくくられます。テテは過去に僕が大変だった時期のことを歌詞で表現したと述べています。現在に至るまで計り知れない相当な苦労があったのかもしれません。曲全体の本質や意味はあまり語られていませんが、他人の誰かを直接傷つけたということではなく、過去の自分が自分自身を傷つけていたという意味があるのかもしれません。あの時の自分は自分をただ苦しめていた。その中で他の誰かも傷つけていたのかもしれない。そんなテテ自身の弱さ、脆さを表現した曲になっているのではないでしょうか。いずれにせよ、聴く人を世界観に引き込む曲調とテテの透き通った歌声、そして重くのしかかる歌詞一言一言がとても特徴的で、テテの表現者としての幅を感じられる曲になっています。インナーチャイルドも、スティグマと同じくテテのソロ曲です。作曲に携わったメンバーは、テテ以外に RM がいます。インナーチャイルドを直訳すると、内なる子供という意味です。テテ自身の内側にある、内なる自分、子供だった頃の自分に語りかけているような楽曲となっています。この曲は、2020年リリースのアルバム、マップ・オブ・ザ・ソウル7に収録されています。この楽曲の紹介文には、今の僕になるために走り続けてきた、少年だった頃の僕に送る楽曲です。
傷だらけの少年だけど、その傷は今幸せに変わったので、慰める言葉を送ります。と記されています。楽曲は、あの時僕たちは本当に大変だったよね、という歌詞から始まります。少年だった頃の苦しかったんだ、すごく大変だったんだ、という当時の気持ちを率直に歌っていますよね。続けて、あまりにも遠いあの空の星、見上げながら、あの時の君は天の川を信じてなくて、とあり、本当に成功するのか、本当に夢は実現できるのかという不安を抱えていたことも表現しています。曲が進むにつれ、僕たちは変わっていくよ。これから僕たちはたくさん笑っていく。大丈夫だよ。と、前向きな歌詞に変化しています。大丈夫だよ、今日の僕が。大丈夫だよ、昨日の君。という歌詞から、少年の辛さや傷は今の僕を作っていると、少年に対して励ましの言葉をかけるような歌詞になっています。アルバム紹介文で語られている通り、少年とは幼い頃のテテであり、幼い頃の自分に歌われた優しいメッセージが込められた曲となっています。歌詞を噛み締めながら聴いていると、幼い頃のテテだけでなく、デビューしたての若き防弾少年団にも送られている曲なような気もします。ブルー&グレーはテテの自作曲であり、アルバムの表題曲でないにもかかわらず、世界中の iTunes トップソングチャートで1位を記録しています。テテはブルー&グレーに関して、自身が抱いていた燃え尽き症候群の経験をもとに、その頃の感情を歌詞に投影させたと話しています。燃え尽き症候群、バーンアウトとは、それまで熱心に仕事に邁進していた人が、あることをきっかけに突然やる気を失ってしまい、情緒的消耗感を感じ続け、脱人格化や達成感の低下を引き起こしてしまう状態のことを言います。新型コロナウイルスの流行が長引き、度重なるライブやイベントの中止、延期で、頑張ってきたことの結果を得ることができず、テテはこの状態に陥ってしまったのだと言われています。実際、昨今の新型コロナウイルスでバーンアウトに陥ってしまう人の割合は増加傾向にあると言われており、疲れを感じている世界中の人々に励ましと共感の気持ちを届けた楽曲と言われています。この楽曲も他と同じように様々な解釈がありますが、タイトルの青とグレーという色はテテ自身が感じていた気持ちを表現しているようです。青は悲しみ、痛み、冷たさ、そしてその中で感じる疑問を表し、グレーは黒と白が混ざり合った色、つまり不確かな状態、鈍さを表現しているのではないでしょうか。この楽曲の人気の理由の一つは、歌詞の表現力があります。近づいてくる。灰色の際。焦点も合わないまま。僕はポツンと立っている。という歌詞があります。灰色の際とは一体何なのでしょうか。元は経済用語として使われている灰色の際、グレーライノは高い確率で大きな問題を引き起こすと考えられているにもかかわらず軽視されがちなことを意味します。草原に生息する灰色の野生の際は普段はおとなしい性格ですが、暴走を始めると止めることができない、爆発力を止めることができないという性格であることから比喩として用いられています。曲中は、この灰色の際が自分の心の中に向き合うべき問題として認識しているはずなので、直視することもできず、ただポツンと立つことしかできない状態を歌っており、なんとかしよう、解決しようという前向きな気持ちの欠如を表現しています。新型コロナウイルスの影響で、世界中の環境や暮らしが大きく変わった状況の中、多くの人の気持ちに寄り添い、言葉にすることや共有することができない心のモヤモヤを表した曲となっています。込められた歌詞の意味はもちろん、メンバーの美しくも切ない歌声や、落ち着いた曲の雰囲気も素晴らしいですよね。言語の壁を越えて、世界中の方々の注目を集めた理由がわかるような楽曲です。今回はテテが作詞作曲に携わった楽曲を5つご紹介しました。メンバー自身が作詞作曲を行うことでメンバーの世界観や心情が楽曲に反映され、より彼らが感じている気持ちがまっすぐ届いてきます。他にも BTS の魅力が詰まった曲はたくさんあります。歌詞の意味も合わせて曲を聴くと、より楽曲の世界に入り込めるので、ぜひ他にも調べてみてくださいね。
テテが作った楽曲の中でお気に入りの歌詞はありましたか？次の動画もお楽しみに。ボラヘー。